はい、こんにちは、116ウィンズです。 MVP が発表され、各賞の発表もこれで一段落した MLE ですが、今日はチームが保有権を持つ選手に対して来年の契約を提示するか否かを決める期限です。裏を返せば来年の契約を提示しない、ノンテンダーとして FA にする選手を決める日とも言えますが、ノンテンダーとなって新たに FA 市場に加わった選手たちですとか、またそれに関連してトレードもいくつか成立しましたので、今回はノンテンダー関連の動向をチェックしていきましょう。ノンテンダーで今回一番の目玉、大物選手はやはりブルワーズのブランドン・ウッドラフでしょうね。ブルワーズがウッドラフのトレードを模索しているという話は直前になって出てきていましたが、最終的にはノンテンダーでの FA という格好になりました。2019年以降、ブルワーズローテーションのエース格として活躍してきたウッドラフですが、今季は怪我の影響などもあって11先発のみにとどまってしまい、防御率は 2.28 と結果を残したんですけれども、先月肩の手術を受けることが発表され、来季の大部分を欠場する見込みです。ウッドラフはもともと来年のオフに FA を迎える予定でしたが、来年ほとんど投げることができないにもかかわらず、年俸調停での予想年俸が1200万ドルに近いような額でしたので、ブルワーズとしてはノンテンダーするほかなかったと。おそらくブルワーズはウッドラフと2025年以降の契約延長も模索したものと思われますが、それがまとまることもなかったと考えるのが自然でしょうか。来年はほとんど投げられませんが、ただ健康な時の彼は間違いなくフロントラインスタータークラスでしょうから、2年後の本格復帰を見据えた2年以上の契約をコンフ他球団と結ぶことになるでしょうか。野手ではタイガースのオースティン・メドウズも今回ノンテンダーとなりました。レイズ時代の2019年にホームラン33本、2021年には27本も放った長距離砲のメドウズですが、2022年開幕直前にタイガースに移籍してからバッティングの方が振るわず、さらに不安障害がここ2年間の彼を大いに苦しめているとも報道され、結局タイガースでの2年間合計で42試合、今季に至ってはわずか6試合の出場にとどまってしまいました。タイガースとしてはメドウズに対して様々サポートはしていたと思いますが、現状では野球面での戦力としてカウントするには難しくこうなってしまった感じですかね。タイガースではメドウズの弟であるパーカーが今季メジャーデビューを果たしており、オースティンが移籍してきた当初から兄弟でのプレーに期待がかかっていましたが、それが実現することなくノンテンダーとなってしまったのは残念ですが、まずはオースティンの回復を心から願いたいです。かつてのトッププロスペクトをついに諦めたのがレッツ、ニック・センゼルをノンテンダーとしました。センゼラはもともと2016年ドラフト全体に指名を受け、 MLB でも有数のプロスペクトとして期待されていた選手でしたが、メジャーへの適応に長い間苦しむことになってしまいましたね。今季は104試合でキャリアハイとなるホームラン13本、 WRC プラス83もルーキーイヤーぶりの水準でありましたが、そもそもとしてリーグ平均を大きく下回っているような状況ですし、また守備のマイナスも無視することができず、せいぜいリプレイスメントレベルジャストのパフォーマンス。若い野手がどんどん上がってきているレッズにあって、これ以上センゼラに出場機会を割くのも得策ではなく、レッズもついに彼を見限る判断を下すことになってしまいました。同じく将来を期待されていた選手で言えば、ダイヤモンドバックスのカイル・ルイスも今回ノンテンダーに。ルイスはマリナーズ時代の2020年に新人王に輝きましたが、その後は怪我にも悩まされ、昨年オフにダイヤモンドバックスへトレード。ダイヤモンドバックスでは結局16試合の出場のみでチームを去ることとなってしまいました。マリナーズファンの自分としてもルイスには期待していただけに、現状は非常に寂しいものがありますが、ただ今季のルイスで言えばトリプル A では打率3割7分1厘、 WRC プラス164と大暴れしていまして、バッティング自体はやはり光るものあるのかなと。おそらくはマイナー契約になるでしょうが、マイナーでの好成績を評価してどこかのチームが彼にチャンスを与えてくれたらいいんですが、そのようなチームは出てくるでしょうか。その他ノンテンダーとなった主な選手も見ていきましょう。昨年ホームラン35本放ったスラッガーのブルワーズのラウディ・テレズ、ルーキーイヤーの2019年に先発として才能の片鱗を見せながらも、その後は伸び悩み気味なカージナルスのダコタ・ハドソン、マリナーズにタイ・フランスとアンドレス・ムニョスをもたらした偉人ことパドレスのオースティン・ノラ、昨年リーグ最多となる77試合に登板して防御率 2.80 とブルペンを支える活躍を見せたブルージェイズのアダム・シンバー、獲得当時は正捕手候補として期待されながらも、今季は野手としてよりピッチャーとしての方がウィンザブルプレイスメントが高かったマーリンズのジェイコブ・スターリングスなど、計63人の選手がノンテンダーとなり、新たに FA となりました。昨年のノンテンダー FA ではベリンジャーやカンデラリオなど、今季見事に復活を遂げた選手たちも含まれていましたが、今年のノンテンダー FA の中からもそういった選手出てくるでしょうか。ここまでが実際にノンテンダーとなった選手たちの話ですが、一方で期限直前にはノンテンダーするつもりの選手であるけれども、トレードで他球団が欲しがる選手がいないか、ノンテンダーでタダで FA 市場に放出してしまうくらいなら、少しでも見返りを得ようという意図でトレードの方もいくつかまとまりましたので、そちらもチェックしていきましょう。まずは期限前日にまとまったブレイブスとホワイトソックスのトレードですが、こちらは規模に驚きましたね。ブレイブスがホワイトソックスからリリーフピッチャーのアーロン・バーマンを獲得し、見返りとしてホワイトソックスはなんと5人もの選手を手にしています。
バーマンは今季61試合で防御率 6.79 と散々な位置に送っており、そんな選手に5人も出すのかと驚かれそうですが、ただバーマンは FIP が 3.58 と実はそこまで悪くはなく、かつバウンスバックすれば上位レベルのリリーバーですので、ブレイブスとしてはそこにかけたのかなと。5人も放出していますが、このうちソロカとロペスはノンテンダー候補でしたし、シュスターやシューメイクもチーム内での立場が微妙な選手でありましたので、ブレイブスの人員整理という見方もできるでしょうか。逆にホワイトソックスからすればリリーフ1人で5人も獲得できたのは割と美味しい話で、ソロカは怪我前までは MLB 有数の若手先発でしたし、ロペスも剣士でバリルを発揮できる選手、シュスター、シューメイクもメジャーにすでに到達している若手ですので、十分すぎる見返りでしょう。まあそれでも1対5には驚きですけどね。私自身は非常に個人的な理由でこのトレード見た時には動機がしましたけど。ブレイブスはバマーのトレード以外にさらにカイル・ライトをロイヤルズで放出しています。見返りは元一巡目指名のピッチャーであるジャクソン・カワー。ライトといえばほんの1年前に待望のブレイクを果たした先発投手で、昨年30試合に先発してリーグトップの21勝、防御率 3.19、サイ・ヤング賞投票では10位につけた選手です。今季は怪我でほとんど投げることができず、さらに肩の手術ですでに来季の全休が決まっているため、ブレイブスがトレードに踏み切った理由はまあ明白ではあるんですが、とはいえ2026年まで保有できますし、怪我から復活すればロイヤルズとしてはかなりの儲け物なのかなと。ロイヤルズは再建中で怪我人の回復を待てるチーム状況にあった結果として、ライトを手にすることができたと考えられるでしょう。ブレイブスに移籍するカワーはもともとはトッププロスペクトであったものの、いかんせん制球面に課題が多く、今季ついにブルペンに回されましたが、それでも防御率は 6.43 と散々。ブレイブスは彼をうまく生かすことはできるのでしょうか。リリーフの話が続きますが、ガーディアンズがパドレスからスコット・バーローを獲得し、見返りとして同じくリリーフのエニエル・デロサントスをパドレスに放出しました。バーローといえばロイヤルズのクローザーとして活躍した印象が強く、2021年と2022年は2年連続でベースボールレファレンスサンスのウィンザブルプレイスメントが 2.8 と高水準の活躍を見せてきた選手ですよね。今季は少し調子を落とし気味であったものの、夏にパドレスで移籍してから持ち直していました。ただコンフ・ペイロール削減の意向が報道されているパドレスは、来季予想年俸が700万ドルのバーローのトレードを模索していたようで、今回こうしてガーディアンズとのトレードがまとまったわけですが、個人的には保有権があと1年のバーローで、保有権があと3年残り、結果も出しているデロサントスを獲得できたのは割と美味しいんじゃないかと思ったりもします。ガーディアンズとしては今季クローザーのクラス性が例年と比べてやや不安定でしたので、それだけバーローの力を必要としていた証拠とも言えるかもしれませんけどね。最後は我らがマリナーズの話をしていきますが、レッドソックスから内野手のルイス・ウリアスを獲得し、見返りに今季ルーキーながら27試合で防御率 2.83 と結果を残したリリーフ、アイゼア・キャンベルを放出しています。ウリアスは WBC 準決勝メキシコ代表として佐々木朗希選手から先制スリーランを放った選手といえば思い出す方も多いと思いますが、今季は開幕早々に怪我して長期離脱となると、その後も調子を取り戻すことなくシーズンが終わってしまった感じではあるんですけれども、ブルワーズ時代の2021年2022年にはいずれも3位以上のウィンザブルプレイスメントを叩き出すなど、本調子なら平均以上のパフォーマンスが期待できる内野手、15本から20本程度打つパワーはあり、マリナーズがコンフ課題とする三振は少ないとまでは言えませんが、ゾーン管理には長けた選手でもあります。レギュラーというよりは基本的には控え、あるいはキャリアを通して左投手を比較的得意としていますので、セカンドでジョシュ・ロハスとプラトン起用する形に現状なりそうですが、マリナーズはベンチの選手層が薄いだけに、ウリアスクラスをベンチ起用できるくらいコンフ層を厚くしたいですよね。とはいえ、ノンテンダー濃厚とされたウリアスにキャンベルを差し出すのは、いくらマリナーズの投手育成力があれど、少しもったいなくも感じ、逆にレッドソックスから見れば、ウリアスで長期間保有できるキャンベルを獲得できたのは、非常にいい動きだったと言えるのではないでしょうか。この他のトレードではガーディアンズのカル・クワントリルがロッキーズへ、ヤンキースのジェイク・バウアーズがブルワーズへ、レイズのビダル・ブルーハンらはマーリンズへ、そしてブレイブスのニック・アンダーソンはライトと同じくロイヤルズでトレードとなっていますが、これで比較的大きめの動きはカバーできましたかね。徐々にここから FA でも動きが出てくるかと思いますので、MLB の移籍市場の動向をチェックしたい方はぜひチャンネル登録してお待ちください。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。